壁男は、諸星大二郎による日本の漫画作品。コミックあれ。にて、全3回が掲載された。いずれも、著者の別作品、夢の木の下で、遠い国から、イワシの埋葬と共に収録されている。常実の漫画を原作とし、壁男の代で2007年に公開された日本映画。ほぼ全編が、北海道の札幌市で撮影され、 スタッフもそのほとんどが北海道にゆかりがある地方発映画。キャッチコピーはその壁に何かいる。テレビ局でレポーターを務める京子のもとに視聴者から壁男の噂、知っていますかというハガキが届く。壁の中には人間でも妖怪でもない壁男というものが住んでいるという噂。 これをきっかけに京子の担当する番組で壁男の追求が始まり、次第にこの噂は社会現象の様相を呈していく。京子自身は単なるテレビネタとして取り扱っていたが、恋人の西名は異常なほど興味を持ち、壁男とのコミュニケーションを試みるが、この映画の制作発案者は監督の早川渡るである。名古屋市出身ではあるが、 大学時代以降札幌市に在住している。このため自分のホームタウンは札幌であるとし、本当の意味で北海道初の映画を作ることを意識し、制作スタッフ、主演以外のキャスト、技術者などをすべて北海道に、ゆかりのある人物を起用しているのフィルム化は、東京の東映ラボテックが担当している。制作過程にはすべて HD を使用している。使用したカメラは、 パナソニック製のバリカム。通常このカメラでの収録は、ィボクプロ HD のカセットテープで行われるが、この作品では、仕上がりの品質向上のために、重ッと冷圧縮収録を行い、編集など全ての工程を冷圧縮のまま仕上げている。また、人間の視点に極めて近くという点にも関わり、HDTV 用のレンズではなく 35mm フィルム用のレンズを使用している。 AB、早川渉監督作品、映画、壁男の撮影が、本学サークル会館で行われ、主演のおのまゆみさんが来学しました。SU ニュース、札幌大学。 http://www.sapporo-u.ac.jp:/news:/topics:/2006:/0131://html2016 年8月15日閲覧ありがとうございます。